劉備は生徒に劉璋を下し、ついに寄って立つ地を得た。覇色の劉備、高騰を領する孫権、そして河北と中原を滑る曹操。天下は三分され、乱世は新たな局面を迎える。託された思い、果たしてみせる。皆さんは本陣を死ぬ気で守ってください。俺が劉備殿を助けに来ます。ダメだ、どうしようもねえ。ち、しくじったか。あとは頼んだぞ。戦況を覆すには敵の誘導が第一。ここは劉備殿を待たせして策をなせばいい。王政殿はいかなる策を言われるのか。今は自分の任を全うすれば。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。王政殿は策がある。強い。このままではまずいか。打開できそうにない。集中、すぐ楽にしてあげる。逃がさなさい。私の邪魔をした人の顔覚えて。敵将を討ち取った。やりますね。これでも感心しているのですよ。おお、ここで援軍とは。戦を分かっておるようだ。おお、救援か。ありがたい。共にこの難局を切り抜けよう。劉備殿、よくまあご無事で。まっとう、あなたと命が。ちょうどいい。我が死力、食べさせてもらおうか。ダメだ、どうしようもねえ。私の命があるのはお前のおかげだな。劉備殿、安心するのはまだ早いですよ。今しばらく基地に立っていてください。恩義をまとみ、報復の策を描きますので。ああ、わかった。宝生、お前の執念の策で私を勝利へと導いてくれ。この働き、見事と言うほかない。命を粗末にする、私にはもっとも許しがたい行為を。打開できそうに。自由にならぬ体が憎い。敵将打ち取った。あそこにいるのは劉備じゃねえか。倒せば出世間違いなしだぜ。まだです、まだ足りませんよ劉備殿。渾身の一手のため、もっと動いてください。劉備がこっちに向かっているだと。よし、我らで奴の首を取るぞ。野郎、舐めたまにしやがるぜ。お前ら、きっちり仕留めてやれ。
劉備殿をおとりに。宝生殿以外は思いつきもしない。だってそろそろだな。工作部隊、土砲の準備にかかれ。戻ってもいいですよ。やりますね。これでも感心しているのですよ。うん、打開できそうにないか。見事というほかない。
さて、これでどんな感じで立ち見てやろうか。全力を出さなければ。